はい、今日は JR 会津若松駅から車で5分ほどの場所にある中央通り沿いに来ています。早速ですが、明日6月6日はロールケーキの日なんです。ロールケーキのロとロールケーキの断面が6に似ていることから制定されました。はい、そして紹介するのはこちら、会津パティスリー R です。創業80年以上の荒木製菓が手掛けた洋菓子店です。早速中に行ってみましょう。さあ、店内に入りますとピンクと黒を基調としたおしゃれな店内でして、乙女心をくすぐられませんか？ショーケースにはですね、こちら色とりどりのケーキがずらっと並んでいまして、見ているだけでもワクワクしますよね。エスプレッソ風味のドーム型のケーキや、チョコレートやイチゴでお化粧したムースケーキなど常時20種類が並んでいまして、もうキラキラとしていますよね。素材にこだわって一つ一つ手作りされています。中でも今日紹介するのはこちらのケーキです。まるでおとぎ話に出てくるような可愛らしい見た目ですよね。見た目ではあまりわからないと思うのですが、こちら実はロールケーキなんです。いやいや違うでしょ。2種類あるんですけれども、今日はですね、違うと思いますよね。それがロールケーキなんですよ。パティシエの伊藤さんに特別に先月新発売されたラズベリーのロールケーキをこちらで仕上げていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お願いします。作ってくれるのか。すごい。ここのロールケーキはどんな特徴なんですか？会津産の米粉を 100% 使っております。会津産なんだ。中には何が入っているんですか？中にはレアチーズクリームと、いちごジャムを巻き込んであります。お楽しみだ。はい、こちら、いやもうピンクのこのグラッサージュですか？とってもラズベリーのミルクグラッサージュ、とても美味しそうです。さあ、こちらその名も、ラズベリー米粉ロールレアチーズ巻きです。ネーミングもとっても可愛らしいですよね。では早速作りたてをいただきます。おお、では中はしっかりロールケーキになっています。いただきます。はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。うわ、幸せ、もっちり、びっくりするくらい滑らかな口どけですね。甘さも1回目で美味しいです。さあ、そして一方でこちらの茶色いロールケーキは沖縄の黒糖を使って仕上げた黒糖の米粉ロールケーキです。黒糖と聞くと甘さが強いイメージがあると思うのですが、こちらは甘さ控えめとなっていまして、中にはですね、きな粉を使ったクリームが入っていて和風のテイストに仕上がっています。私もいただいたんですけれども、本当に緑茶とか抹茶とかと合うようなそんな味わいでした。畑谷さん、やっぱロールケーキをこう縦にして、そこにこうクリームをつけたっていう感じなんですかね。そういうイメージですかね。あ、そうです。縦にしてクリームをコーティングしています。そういうことなんですね。はい。さあ、そしてですね、明日のロールケーキの日限定で今回特別なロールケーキを作ったんだそうです。お願いします。こちらスペシャル赤りロールでございます。赤りロール、はい、これは畑谷さんをイメージしたロールケーキになります。いや、これは嬉しいですね。フルーツもたっぷり乗っていますね。会津産のいちごや、これから旬のさくらんぼを使って、4、5種類のフルーツを乗せて仕上げてあります。はい、こちら中なんですけれど、断面黄色ではなくて白いですよね。特殊な卵を使った、卵を使って焼き上げた生地になります。ではこの真っ白なスペシャル赤りロール、せっかくですのでこちらもいただきたいと思います。断面が可愛らしい。わあ、いただきます。一緒、大きいですね。ではいただきます。わあ、もう幸せ、もうなんか自分がロールケーキになったかのような感じ。本当にもう幸せで包み込まれたような、もう
鼻に抜ける濃厚なクリームの味わい、そして後味はすっきりしていますね。フレッシュで美味しい。もうぜひロールケーキの日は皆さんにこちら食べていただきたいですね。そうですね、家族みんなで食べて幸せな気持ちになってもらいたいです、はい、こちらのスペシャルあかりロールなんですけれども、明日だけではなく予約をすれば今月いっぱいは購入できるということです。以上中継でお伝えしました。美しいですし、ちょっと ねなんかありがたいですね。いやこれ斉藤さん粋な計らいしてくださいました ねきっとすぐに売れると思います、そうですね。いやでも間違いなくこれやっぱふわふわで真っ白で美味しそうだし、こうやって別のロールケーキもあるから、これ食べてこっちのいちごも食べてベリーも食べてからのあかりロール、ちょっとどんな味わいなんでしょうか。恵方巻きのようにこうやって食べたいです畑谷さんはそう食べたいってちょっと願ってるかもしれない、ね、それを想定してこういうふうに作ってるじゃないですかそうかもしれません畑谷さんに中継で伝えてもらいました。